南洋学院は日本の普通院新中時代の1942年に最後に設立された日本人を対象とした旧制専門学校。1945年8月14日の日本の降伏予告に伴い廃校となった。南洋学院は外務省、文部省共同所管で両省の指導援助のもとに財団法人南洋協会が経営した。 中等学校卒業者を対象とした、修行年限3年の全寮制学校で、農業及び経済を総合したる科目を習得せしめ、南方発展のための指導的人材を養成することを目的とした。学生の付金は、年額360円で、渡航費、教科書費、被服費、食費などは公費により支給された。卒業後少なくとも2.3年間、 観光庁、または、商社等に勤務することが、公費学生の義務とされた。学生募集は年度ごとに、第1期から第4期まで行われ、3期生までが、実際に渡航した。渡航した学生の多くは、現地徴収され1945年の民豪作戦に参加した。1期生30名、2期生30名は、繰り上げ卒業、3期生52名、4期生は、 内地の専門学校への転校が認められ、1946年に正式に閉鎖され、廃校となった。夏季の時間割に見られるように、安南語、フランス語、農業科目に多くの時間が割かれた。ありがとうございます。